Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world. Voice of Fukushima. 今回は福島県須賀川市長沼で食料品や医療品などを扱うスーパーマーケットを経営する前方民子さんのボイスです。まずは地震が起こった直後からのお店での様子から伺いました。 Today's Voice。 ここはね、皆さんに助けていただいてここ空きになってるもんですから、食品の方だけでも皆さんにお役に立てなくちゃなんないということでね、ずっともう連日休むことなく食品の方は空きになってました。それでやっぱり皆さん遠くから来てくださったり、水を求めて来てくださったり、いろいろいろんな方がねやっぱり来てくださいましたね。それで浪江の方からもう被災してこちらの方の仮設に来た方もちょうどあの頃寒かったんですね。それで寒いもんですから、なんていうんですかね、男の人だったらばスーツ、なんですか、運動用のスーツね、ジャージーのようなのとか、それから下着のあったかいの、そういうのくださいって言うんで、もう天井がずっと怒ってるとこをかいくぐって、そしてそこをお客様に差し上げてました。もうずっとここお休みしませんでしたから、3.11 になってからずっとここで皆さんにお上げするようにしてました。いろいろいっぱいはなかったんですけれども、皆さんねお買い求めになるような商品は確保できてたんです。うちの方も帰ってきみましたらね、階段の方のが倒れてたんですけれども、あとは食器も倒れる、食器棚も何でもなくて、うちの方は大丈夫だと思ってたんです。こっちがひどかったもんですから、もううちどこでなかったんですね。でその後いろいろ農協の方とかなんかが来て見てくださったら、ここもダメあそこもダメって、やっぱりね悪いとこがいっぱい見つかったんですよ。おばあちゃんが一人でね留守番しててくれたんですけど、おばあちゃんにも何にもなくて本当に良かったと思います。ふっと我に返ったら孫たちが幼稚園保育所と小学校に行ってたもんですからね、あこれは大変だ、そっちをどんなになってんのかなと思ってね車で行ってみたんです。そうしたらねすごいんですよ、なんでこの水がこういう風に流れてきてんだろう、水道の管が破裂して流れてんのかなと思ったんです最初。それでまず迎えに行って子供を受け取って帰ってきたらばもう車が通れないような状況で、お孫さんを迎えに行った前方さんが見た大量の水は地震で決壊した藤沼湖という灌漑用のダム湖から流れたものでした。この藤沼湖の決壊により小さな子供から大人までが巻き込まれ、亡くなった方が7人、2年半経った現在も行方不明の方が1人いらっしゃいます。それで教えてくれる方がいて、下に行ったらもうダメだよって言うんで、反対に上に上がって家に帰って、ようやく車も大丈夫でね帰られたんです。で向こうその時にね7人流されて、まだちっちゃい子供さんがね見つかってないんです。みんな顔見知りですよ。ちょっとうちとは離れてますけどね、川の際の人たちなんですけれども、2箇所で崩れるっていうか、どっちが先かっていうようなあれだったらしいんですけど、そっちの細い方が崩れちゃったんです。それなもんで一気に水がいったもんですから、うちから何からみんな飲んでっちゃったんですね。私はねこの、長沼町の鉾突きで生まれて長沼に嫁ぎましたので、もう60何年です。はい、
藤沼湖は本当にね、ここの町の憩いの場としてね、またあの近隣 の、 あの町村からも皆さん遊びにおいでになってくださってたんですよね。あの温泉もあったもんですから、はい。それであのまあ今から60年くらい前でしょうかね、やっぱりあの灌漑用水っていうか、あの水がね足りないっていうことで、あそこのところにみんなが出て、あの木工ってわかりますか、あの機械がないもんですから、あのみんな運ぶような、あの4人とか2人とかで布やなんかでこう土を入れて、そして運ぶように、それが木工って言うんですけど、その木工担ぎにうちの年寄りのおばあちゃんたちは出たって言ってます。1949年に作られ、近隣住民の憩いの場ともなってきた藤沼湖の決壊。その被害や現在の状況があまり報道されていないことについて伺いました。いや本当にそうです。あの人の命はみんな数が多いとか少ないのにね関わらないで、みんな等しくね尊いものだと思いますので、今少しね、あのここの地域もあの皆さんに知らしめてほしいですね。私あの時々東京に仕入れに出るんですけど、東京で同業者にお話ししたりしても、それ分かんない方がいっぱいいるんです。曹操地区の方とかね、向こうの方はあの津波で大変だったねって言いますけど、あのダムの決壊は知らない方が多いです。本当に悲惨なねことだったんで、あの向こうの浜の方に津波がなければ、本当に最大なあのなんていうんですかね、報道になるんでないかと思ったんですけれども、あんまりそんなねあの大きいことも言われないでね、分かんない方がいっぱいいますね、ここ の、 あのダム決壊は、はい、なんていうんですかね、まあ、今だんだんこう放射能のこともちょっと下火っていうか、もうなんだか忘れられてきているような感じがするんですよね。もう遠くの方の人たちは対岸の火事みたいなような、そんな感じで本当に深刻に考えてくれてるのかなって思う時がありますね。あの私には孫が2人おりまして、大きい子が小学4年の男の子、それから小さい子が小学1年の女の子なんですけれども、本当にあの私の住む金町っていうところなんですが、あのうちの女の子が一番最後なんです。あの子供がいる、あの小学校の1年で、その下には誰も赤ちゃんも何にもいないんですね。で本当に子供はね、あの貴重な存在なんです。今それなもんですからね、まあ守ってあげたいなっていうのはね、あの本当にいっぱいあるんですけれども、あの割合にあそこの地区は年寄りが多いもんですから、あの除染やなんかもそんなにね神経が行き届かないっていうかね、まだ出てこないんです。ですからやっぱりすごいあのスポットのところがあるもんですから、そういうとこも分かってほしいと思うんです。同じとこばっかりでね、あの 0.1 とかなんかってあの言ってますけど、そんなもんでないと思いますね。申し訳ないんですけれども、子供たちにちょっとよそから取って食べさせたりなんかね しています。まあ、野菜やなんかもね、あのなるべく、まあ、しばらくの間はね別なものでね、でもどうかなって思うんですね。やっぱり生まれ育ったとこの土地で採れたものがその人の体には一番いいんだと思います。ですから遠くから取ってやっても、それが本当に身になるかどうかは疑問なんですね。それが いつまでで限りがないですから、これねどこかでやっぱり、まあ、考え直してここのものを食べるようにはなるんでしょうね。あのまず母親がねやっぱり一番心配してるもんですから、協力してあげられるのはそのくらいだと思ってね、子どもたちに食べさせるのはそういうもので賄ってますね、はい。
最後にこれからも須賀川市長沼で生きていくことについて伺いました。これはね、生まれ育ってね、ここよりどこにも行ったことがないし、ここが一番いいとこだと思ってます。ですからね、やっぱりここで終わりたいと思ってんです。やね、こんないいとこないですよ。人情見回って、はい、そんなもんだから、なんていうこともなく、だんだんね、放射能の方もみんな考え方が、最初は大変だったんだけど落ち着いてきてしまって、どうなのかな、もうそれが一番心配ですね。あとどのくらいだったらっていうことがないですから、大変なものはもうな、ね、30年も40年も経ってるし、そのチェルノブイリだって未だに収束しないような状態ですからね。だから子どもたちの健康が脅かさなされなければなんてことないんですけど、それが一番心配ですね。それから当たり前のね、なんか日常が本当に奪われてしまって、そして子供たち、ここらの子供たちはザーコすくいに行ったり自転車に乗ったりね、外でキャッチボールしたり、なんかいろんなことやってましたけど、もうそういうやってる子供あんまり 見なくなっちゃったんですよね。それから今キノコやなんか山菜採りね、ああいうのを本当にみんな楽しみにしてたんですけども、それもみんな奪われてしまって、その山の恵みっていうか山の恩恵に預かれなくなっちゃったっていうかね、本当に残念なことです。まあ悔しい限りですね、はい。前方さんは家族のことだけでなく、長年お店に来てくれているお客さんのことも大切に思っています。また決壊の被害があった藤沼湖は2013年10月になり、ようやく修復作業が始まったところです。ボイスオブ福島、今回は福島県須賀川市長沼にお住まいの前方民子さんのボイスでした。ナビゲーターは久保田彩乃でした。 We will continue to share the voices of Fukushima to the world.